インポーチンは各極在化シグナルと呼ばれる特定のアミノ酸配列に結合してタンパク質を細胞核の中に運び込む役割を担う輸送タンパク質である。インポーチンはカリオフェリンの一つに分類される。インポーチンは二つのサブユニットアルファとベータから構成されている。インポーチンアルファは核に輸送する対象となるタンパク質の NLS に結合する。一方、 インポーチンベータは、インポーチンヘテロに両体輸送対象タンパク質、複合体が核好に結合するのを助ける。NLS インポーチンアルファインポーチンベータ3両体は、核内に移行し、GTP 結合が足らんに結合してから帰りする。二つのインポーチンタンパク質は、再利用のために、細胞質へ送られる。インポーチンは、インポーチンアルファ、ベータのヘテロに両体。 または、インポーチンベータの単量体として存在する。インポーチンアルファは1994年にマックス・デルブリュック分子医学センターの縁のハートマンを含むグループによって最初に単理された。すでに以前のレビューにおいて、タンパク質の核内輸送の過程は記述されていたものの、この過程に関与する主要なタンパク質が明らかにされたのは初めてであった。 インポーチンアルファは約60ケイダの細胞質のタンパク質で、タンパク質の核内への輸送に必須であり、爪エル属の卵から生成された SRPHP タンパク質と44%の配列同一性があった。クローニング、配列決定、そして大腸菌での発現が行われ、シグマル依存的な輸送の完全な再構成のためには、卵と共に用いられる必要があった。 研究では他の主要な促進因子も発見された。インポーチンベータは、インポーチンアルファとは異なり酵母に直接的な、ホモログは存在しないが、90-95系だのタンパク質として生成され、多くの場合で、インポーチンアルファとヘテロに両体を形成することが判明した。このことを示した研究には、マイケルラシックによって引き入られた研究も含まれており、 ダークゴーリックによって、さらなる研究が行われた。彼らのグループは、インポーチンアルファが機能するには、インポーチンベータが必要であり、共に各極在化シグナル受容体を形成して、核内への輸送を可能にしていることを発見した。これらの1994年と1995年の初期の発見以降、IPO4 や IPO7 などの多くのインポーチン遺伝子が、 その構造や分布の違いによって、わずかに異なる積み荷タンパク質の核内輸送を促進していることが判明した。アダプタータンパク質であるインポーチンアルファの大部分は直列に並んだいくつかのアルマジロリピートから構成されている。これらのリピート構造は積み重なって湾曲した構造を形成し、特定の積み荷タンパク質の n l s への結合を促進する。 NLS の主結合部位は N 末端に存在し、副結合部位が C 末端に存在する。アルマジロリピートに加えて、インポーチンアルファは90アミノ酸の N 末端領域を含んでいる。この領域がインポーチン β への結合にないイブとして知られている。また、この領域は自己阻害部位でもあり、インポーチンアルファが核へ到達した際に、 積み荷が乖離する過程への関与が示唆されている。インポーチンベータはカリオフェリンスーパーファミリーの典型的構造である。構造の基本は18-20個のヒートモチーフの直列リピート構造である。リピート構造のそれぞれはターンで連結された逆平行のアルファーヘリックスから構成され、それらが積み重なってタンパク質の全体構造が形成されている。 積み荷を核へ輸送するために、インポーチンベータは角膜高複合体と結合しなければならない。インポーチンベータはヌクレオポリンの様々な FG モチーフと弱い一時的結合を形成することでこれを行っている。X 線結晶構造解析によって、これらのモチーフはインポーチンベータの表面の浅い疎水的なポケットに結合することが示されている。 インポーチンの主要な機能は各極在化シグナルを有するタンパク質が角膜幸福合体を通って角内へ移行するのを媒介することでありこの過程はニュークリアプロテインインポートサイクルとして知られるこのサイクルの最初のステップは積み荷の結合である単量体のインポーチン β もこの機能を果たすことができるが通常はインポーチン α を必要とする インポーチンアルファは NLS と相互作用し、積み荷タンパク質に対するアダプターとして機能する。NLS は核へ向かう積み荷として、タンパク質をタグ付けする、塩基性アミノ酸配列である。積み荷タンパク質はこれらのモチーフを一つか二つ含んでおり、インポーチンアルファ主結合部位と副結合部位に結合する。核タンパク質輸送サイクルの外観一端。 積みにタンパク質が結合すると、インポーチンベータは角膜高複合体と相互作用し、複合体は細胞質から核へ拡散する。拡散の速度は細胞質に存在するインポーチンアルファの濃度とインポーチンアルファの積みにへの結合親和性の双方に依存する。核の内部へ移動すると、複合体はラスファミリーの GTP アーゼであるラン GTP と相互作用する。 これによって、インポーチンベータのコンフォメーションが変化し、複合体は、インポーチンベータ、ラン GTP とインポーチンアルファ、積みにタンパク質へと乖離する。インポーチンベータは、ラン GTP と結合したまま、再生の過程へと入る。続いて、インポーチンベータから乖離した、インポーチンアルファ、積みにタンパク質複合体から、積みにタンパク質が核内へ放出される。 インポーチンアルファの N マッタンのイブドメインは NLS モチーフを擬態する自己調節領域を含んでいる。インポーチンベータの乖離によってこの領域は自由になり NLS 主結合部位において積みにタンパク質の NLS と競合するようになる。この競合がタンパク質の乖離を引き起こす。一部の場合では NAP2 や NAP50 といった特定の解離因子が 積み荷の乖りを助けるために利用されることもある。最後に、インポーチンアルファーが細胞室へ戻るためには、核からの排出を助けるラン GTP、CAS 複合体と結合しなければならない。CAS は、インポーチンベータスーパーファミリーのカリオフェリンで、核外輸送因子として定義される。インポーチンベータは、ラン GTP と結合したまま細胞室へ戻る。細胞室では、 ラン GTP は、ランゲイップによって、加水分解されて、ラン GDP となり、インポーチンアルファとインポーチンベータが乖離して、さらなる活動に利用される。全体としては、GTP の加水分解がこの、サイクルのエネルギー源となっている。核内では、GF が、ランに GTP 分子を結合させ、細胞質ではギャップによって、加水分解される。このランの活性によって、 タンパク質の一方向の輸送が可能になっている。インポーチンアルファとインポーチンベータの変異や発言の変化と関連した疾患と病理がいくつか存在する。インポーチンは配偶死形成と肺発生の過程に必須の調節タンパク質である。そのため、インポーチンアルファの発現パターンの破壊は、黄色症状バイドローサーファラ・マラナガスターにおいて、 人性の欠陥を引き起こすことが示されている。また、インポーチンアルファの変化と一部の癌との関連が研究で示されている。乳癌の研究からは NLS 結合ドメインが欠けたインポーチンアルファとの関連が示唆されている。加えて、インポーチンアルファは癌抑制遺伝子であるブリーカ1を核内へ輸送することが示されている。インポーチンアルファの過剰発言は ある種のメラノーマにおいて低い生存率と関連している。インポーチンの活性はいくつかのウイルスの病理とも関係している。例えば、エボラウイルスの感染経路において重要な段階は、チロシン残機ががン酸化された、スタッド1の核内輸送の阻害である。エボラウイルスのタンパク質 VP24 は、陰チンがァ状の p y スタッ r 1が結合する非典型的。 結合部位に結合し、核内への輸送を選択的に阻害する。多くの種類のタンパク質がインポーチンによって核内へ輸送される。多くの場合、異なるタンパク質は転移のために異なる。組み合わせのアルファとベータを必要とする。いくつかの例を下に示す。インポーチンを全体的に説明するために、インポーチンアルファとインポーチンベータが用いられるが、それらは、 実際には類似した構造と機能を有するタンパク質ファミリーである。アルファとベータの双方に関して様々な遺伝子が同定されており、その一部を下に挙げる。ありがとうございます。